はい、ごめんなさい、動画止まりました。ごめんなさい。まあジオラマもね、90% ぐらい、完成してますが、でまたねこのセドリックも、この電光ナンバーとかヘッドライトでフォグランプで、テールランプとかね、後ろの電光ナンバーとかを、ちょっとね LED の球をつけて電気を光らしたいかなって、考えてます。はい、まあそれと、セドリックを避けてこんなね、アリの32分の1ですねの車とかも置いたら、2車線というか、まあこんな感じになりますんでね。まあこういうねジオラマとかやったら、ちょっと遊べるかなと、思ってますんで、まあ皆さんもね、ちょっとこれほとんどね、まあ100均とか、まあ使わないようになった、プラ版で、プラモデルの使わないランナーとかですねとかで、やってますんで、でこのね、足元のとこも使わない紙ヤスリですねの120番ぐらいの紙ヤスリのやつを切ってこういう感じにしてますんでね、まあ皆さんね、ちょっとこんな感じのジオラマも僕は、作ってますんでね、もしよかったら、皆さんもね、100均の商品で、何個か集めたら、出来上がると思いますんで、もしよかったら挑戦してみてはどうでしょうか。はい、まあ好きな方もね、僕より全然ね上手い方もみんないてますんで、僕もねその方とかの勉強、見て勉強にもなりますし、ちょっとねいろいろと勉強したりとか、挑戦したりとかもしてますんでね、またよかったら僕もいろんなことを試してやりますんで、見てください。この動画もね、ガレージ友吉の方、YouTube の方も毎日動画配信してますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ガレージ友吉でした。お疲れ様でした。バイバーイ。